藤波慎太郎、佐藤輝明、何やら大炎上。岡田彰布監督が15年ぶりに復帰した阪神。開幕9連敗と最悪のスタートとなった去年とは違って、ここまで首位争いを演じており、2005年以来となるリーグ優勝への期待が高まっている一方で、昨年から続く課題は長打力不足だ。中でも、今季の序盤戦で、スラッガーである佐藤輝明の低迷が大きな誤算になっている。2週間前に出してたら賛同されたかもな。そもそも高卒と大卒やしな。結局結果でなかったらサボってる、出たら頑張ってるっていう都合のいい話やんか。正論って。佐藤なんて元からこういう波の激しい選手なのに何言ってんだか、打てない中でも四球増えてたり三振減ってたりしてるのに浅はかすぎる。そもそも佐藤てるって練習も真面目やぞ普通に、遊んでる話一切聞かんやんか、推しアイドルもウサギに奪われたし完璧やで。記事出すタイミングが悪い。佐藤ってああ見えて真面目やろ、藤波みたいに西岡とつるんでクルーザーで女と遊んだりしてない。佐藤はちゃんと練習してるって糸井が言ってたな、やはり練習は嘘つかないよ。佐藤てると藤波じゃ全然違うやろ、西尾なんちゅう記事書いてるんや。阪神佐藤輝明内野手23が20日、志願の特殊で体をいじめ抜いた。高知秋での秋季キャンプ最終クール2日目。前日19日に背中の張りで途中離脱した個別練習の三塁ノックを完遂した。前夜に平田勝雄ヘッドコーチ63に頼み込んで、一夜明けのリベンジを敢行。右手人差し指の負傷にも負けなかった。佐藤のこういうエピソードをちゃんと広めていきたい、真面目やで。どっかの誰かが練習のスタミナがないとか言ったせいで、練習してないと思われてしまってるわな。佐藤輝明昨日ホームラン打ってたろ。昨日ホームラン打っただけで復調したって阪神ファンは相変わらず気が早いな。復調の兆しを見せた程度だろ。それならこの前初めて無失点ピッチングした藤波も復調か。まあそこは新聞でもニュースでも常にポジッテ位置を来たことを10まで膨らませて報道するからファンが勘違いするのは仕方ないけど、今日打てなかったらただの藤波だな。都合の試合で打っていこう復調気味だけどね。だから気味だろ。どん底から多少いいことがあったくらいで妄想膨らませて復調だ。藤波とは違うって典型的な調子良い関西人って感じ。復活してて草。佐藤輝明は1号ホームラン打って以降は打率300超えてて普通に好調だぞ。まあアホにはわからんのだろうが。ホームラン打っても打ったものの、で片付けてダメ出しするなら、ホームランを取っても取ったものの、で片付けてダメ出しできる。調子云々以前に佐藤はバットぶん投げて相手選手に当てようとしたりしないんだから、藤波と一緒にするのは失礼でしょ。佐藤って去年 WRC プラス131と普通に成長してるんやがな、今年は四球選べてるからさらに上がるやろうし。藤波も阪神にいればそれだけで鬼のような擁護もらえたのに。藤波も3年目までは球界のエースだったんだよな。バカ、頼む佐藤も低迷してくれ。惨めすぎて草。佐藤は親父がクソ厳格な人だし道を外れることはないだろ。教育がしっかりしてる。そもそもオプス749、798からの今年は790で低迷してない定期。野球の記事なんてほとんど主観先行だからな。自分の主観に都合のいい事実だけ抽出してさも客観的に正しいと思わせるアホの常套手段。佐藤なんてそもそも低迷っていうほどの成績残したことないやん。外野としては両翼埋まってる球団なら普通、豊作の三塁としてはリーグ平均以下やん。藤波よりも高山首位がするわ。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。